ラウンド1、はい、ラスト第1ラウンド終了しました。ここで両選手の経歴を紹介いたします。赤コーナー小田武蔵、 NJKF フェザー級6位、 NJKF 拳の会所属、岡山県出身19歳、戦績は15戦6勝9敗、この6勝のうちには2つの KO 勝ちが含まれます。対します青コーナーアトム山田、 JKI フェザー級10位、元 WMAF 世界スーパーフェザー級王者、武勇会所属、愛媛県出身43歳、戦績は57戦21勝26敗10分け、この21勝のうちには6つの KO 勝ちが含まれます。セカンドアウト、ラウンド2、
終了しました。ここでジャッジの途中経過をお知らせします。ジャッジ1名が20対19で赤を支持しております。ジャッジ2名が20対18で赤を支持しております。セコンドアウト。ただいまの試合、3ラウンド2分36秒、3ラウンド2分36秒、赤コーナー、小田武蔵選手の TKO 勝ちでございます。